どうもガキヤです。今回もマリオメーカーやっていきたいと思います。城に閉じ込められたマリオ、城ってことはゴールの城かな。本当にゴールの城じゃん。え、これ閉じ込められんの。え、ゴール閉めようか。じゃあ早速、え、マリオ大丈夫、閉じ込められないようにね。え、どういうこと、閉じ込められちゃうの。おお、本当に閉じ込められた。マリオ、マリオ助けて、ヘルプミーって言ってそうだね。はい、閉じ込められました。では次行きましょう。ボックス練習は、ボックスを使ったミニゲームってことは、ボックスを使った、あ、やっぱそうだよね。あ、いろんなボックス出てるわ、確かに。はい、まずこれ、縦になるボックスだね。名前わからんけど。あ、このボックスをずっとやっていくんだ。ハテナブロックとかもあるのかなと思ったけど、はい。かわいそう。潰されちゃってるよ。あ、これも、ほいと。で、ほい。あ、どっち行ってんの、どっち行ってんの、こっちこっちこっち。あれ、時間制限あるからね。はーい、倒していく。そんなところにいるのが悪いんだよ。へぇ、みたいな。え、パワーブロックになってんだけど。急に来るね。次パワーブロックってこと、じゃあ。パワーブロック来たよ、パワーブロック。え、あ、なになになに、一瞬で終わった。一瞬で終わった。一瞬で、おい、壊されてねえ。あ、壊されてねえぞ。あ、次プロペラになった。ほい。あ、そういうことね。2個のを使ってと。はい、まずこうします。で、対応します。ほい。おお、素晴らしい。あ、で、またプロペラになります。はい、3回飛べるんですよ、これ。あ、これで。ああ、ちょっと待って、もう一回こいつ出さないといけないんだよ。こいつ倒して、で、ここでこうし、はい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 。ちょっと、あれだね、苦戦しちゃったね。で、次が、え、なにこれ、ああ、はい、ああ、そういうこと、任せなさい。これぐらいでは僕は死にませんよ。ってことで、まさかの一発クリア、危ねえ。一発クリア来たんじゃないのこれ、ああ、全部ダメだった。これ生きるしょって、こっちから向けなかった。ってことで、あ、まだ中間。まだ中間。ボス、ボスじゃん。え、ここ戦うの、こんなんさ、これエンドできちゃうからさ、これでいいんじゃないのっていう。もうこれ、もうどっちかにやっとけば、あ、ダメだ。あ、いや、でもいった、いったわ、それでも。あと1回だね。あいついっぱい出てくるんだから。あ、でもいったわ、これ。クリア。はい、クリアしましたぜ。お、答え、ボックスを使ったミニゲームだったと。おっとおっとおっと、おおおおおお、なんだなんだなんだ、おい、もうゴールしちゃってる。まで最後、帽子脱いじゃった。帽子ないボックスだよ。おで、クリア。もし、石のうちに地面がなかったら、ということでやっていきましょう。石のうちの地面がないバージョンって、うーわ、なんじゃこりゃ。ほい。あ、全然動かんわ。やべやべやべ。初めからじゃん。初め一番激ムズなんじゃないの。さあ、やっていこう。ふっ、嘘、ちょっとこんな場所で苦戦してんの、それダメだって。ふっ、痛い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 、地面がないからね、地面がないからね。うーわ、やば、地面がない一面地でやばいな、これめっちゃ助走いるじゃん。クソムズなんだけど。よっ、あ、え、危ねえ、危ねえ。てか、降りたら絶対地面ないから。え？え、降りるしかないじゃん。え？地面あんの？ここに。無理じゃねえかよ。積んだわ。地面ねえじゃねえかよ、ほんとに。なんかあった。なんもない。ああ、帰ってきたよ。さて、ここから。もう行けんだね。信じるよ。おりゃ！え、全然ダメじゃん、全然ダメじゃん。やったやった、こうだよね、やっぱそうだよね、そうだよね。え、ちょ、お前邪魔、お前どけ、邪魔だ、どけ、邪魔邪魔邪魔。で、次がスター来た。さあ、取っちゃっていいの。ああ、意味ない、スターの意味ないよ。ああ、
よし、来たよ、ここまで。ここまで来たよ、ここまで来た。このさ、別に頭なくてもいいけど、取っとこう。さて、さっきここ落ちたからね。え、糸付けで、あ、おい、あ、やべやべ、怖え。あ、ちょっと待って待って、この後どうすんの。あ、よかったよかった、ある。おりゃ、あ、危ない危ない。で、次は、次は、道館くん、こんにちは。で、はい。あ、ゴール、ゴール、やったー、ゴールした。マジで難しかった。地面ないだけで、いつも一応奇跡だってことで、クリアー。ありがとうございました。やばいよ、スマブラのメインテーマあったわ。ちょっとスマブラやってたからね、昔ガチで。やります。スマブラメインテーマ。昔スマブラガチだったんで。まあ、最近までだったけど。って感動すぎる。まだ続く。感動すぎる。ほらメインテーマが全員参戦ね。もう今でも見たら泣くわ。はい、全員マリオ全員参戦。マリオ78社80体参戦ってことでクリア。幅跳び、プロペラ飛行。幅跳びとプロペラをテクニックうまく使うコース。幅跳びでしょ？はい。はい。決めていくー。はい、さすがですね。クリボーマリオ強すぎ。S ランク。で、次が、あ、プロペラ。はい。当たるね、マリオ。はい。2、スタンプイーンってことで、プロペラもクリア。かかってきなさいよ。どんどんどん。次が、中間来た。やった。あ、幅跳びと。え、なんか、幅跳びじゃないの出ちゃった。おつけ、あ、いける。あー、ダメでした。そんなこと言ったのがダメでした。これ幅跳びじゃなかったからね、さっき入れたの。はいはい、幅跳びしてプロペラ、えいえい、いいぞ。幅跳びしてプロペラ、えい、いいぞ。幅跳びして、幅跳びしてプロペラ、いいぞ。からの、はい、幅跳びしてプロペラ、いいぞ、プロペラ、いいぞ。いや、ぶかい、ほい、ゆっくり落ちていってからの、え、来たんじゃない、来たんじゃない。ちょっとグラグラだったけどいいんじゃない。よし、クリア。ありがとうございました。クリアしました。イエイ、ヤッホー。リクトスピードランというコースでコインに従ってクリアと。了解です。大丈夫ですよ。はい。あ、時間もない。おい、あ、これ余裕だ。こういうね、スピードランもね、好きなんすよね。なんすよね、好きなんですよね、と言え。何言ってんだ、これ、ことで。はいはいはい。なんかね、コインって気持ちいいんですよね、これ。スピードランとこれで、ね。おー、やべやべやべ。ちょうどいい位置に時があってね、こうやって。もう楽々とクリアで、ああ、びっくりした。びっくりした。お前、もうびっくりさせんなよ。楽々ですね、とか言ってたのに。ことで、はい、はい、はい。雨だね、台風かな、これ。コインに従ったらいいね、やっぱり。一回騙されたけどね。おい、一発ケアしちゃうね。はい。あー、やっぱ爽快コースだね、これ。スピードランより爽快コースだよ。コイン5枚集まっちゃったと、ピンクコイン。11秒残ったわ。クリアー。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。